Spinner. Good morning, ケリーアンです。9月27日水曜日、世界で今起きていること。アメリカ国内では Amazon.com に関連した気になる動きが複数報じられています。このポッドキャスト、デイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。アメリカの規制当局が本丸に切り込んだ。アメリカの FTC 連邦取引委員会が Amazon.com を反トラスト法違反の疑いで提訴しました。訴訟には17の州の司法長官も参加しており、 Amazon がネット通販で独占的な地位を乱用し競争を阻害していると主張。競合他社や販売業者による値下げを阻止したほか、販売業者に過大な手数料を請求しているとしています。アマゾンを率いるアンディ・ジャシーは、2021年に創業者のジェフ・ベゾスから CEO の座を受け継ぎましたが、今回の訴訟で主に問題視されているのは、ベゾスが軌道に乗せたビジネスで、ニューヨークタイムズによれば、公表された訴状ではジャシーに2回しか言及していない一方、ベゾスには16回も言及しているそうです。バイデン政権はテック大手への監視を強化しており、これまでにグーグルやメタプラットフォームズを次々に提訴。ただ FTC はメタによる VR アプリ開発企業ビジンの買収差し止め請求訴訟で敗訴したほか、マイクロソフトによるゲーム大手アクティビジョンブリザードの買収差し止めを求めた訴訟でも訴えを退けられています。ベゾスの宇宙開発企業に新しいリーダーが。アマゾン創業者のジェフ・ベゾスが設立したブルーオリジンからは CEO が交代するとのニュースが発表されています。12月4日付で新たに CEO に就任するのはAmazon.com のベテラン幹部であるデビッド・リンプ。音声アシストのアレクサや電子書籍サービスの Kindle の責任者を歴任してきた人物です。ブルーオリジンは今年5月、アメリカ航空宇宙局との間で月面着陸機を製造する34億ドルの契約を取り付けており、計画が順調に進めば2029年には宇宙飛行士を月に送り届ける役割を果たすことになっています。 e スポーツ初めての金メダルは中国へ。今月23日から中国広州で開催されているアジア大会は e スポーツが初めて公式競技となっていることが注目を集めています。ストリートファイターやリーグオブレジェンドなど全7タイトルのゲームで競技が実施されていますが、そのうちテンセントがこの大会のために開発したモバイル向けゲームアリーナ・オブ・バラーの決勝戦では中国のチームがマレーシアチームを下し優勝に輝いています。 e スポーツが盛り上がる一方で、中国国内ではその熱狂を危険視する向きもあるようで、ブルームバーグは試合の模様を伝えるストリーミング配信は準決勝と決勝に限って許され、準々決勝以前の試合中継は禁じられていると報じています。ポッドキャストの吹き替えは AI にお任せ。Spotify は AI を使ってポッドキャストを別の言語に翻訳して吹き替える試験プロジェクトを実施すると明らかにしました。ChatGPT を開発した OpenAI と協力して、人気番組の一部のエピソードを元のプレゼンターの声や口調に近い感じで吹き替えるとしています。まずは英語のポッドキャストをスペイン語、フランス語、ドイツ語に吹き替えたものを提供する予定です。一方、 Spotify 創業者で CEO のダニエル・エクは BBC とのインタビューで AI が作った楽曲を完全に禁止するつもりはないと発言しました。 AI の手による楽曲といえば、 Spotify は今年4月ミュージシャンのドレイクとザ・ウィークエンドの声を AI で真似て作られた架空のコラボ作品に対し配信を禁止する対応を取っています。一方で声優たちは AI に危機感を募らせている。 WGA 全米脚本家組合によるストライキは制作会社側との暫定合意に至りましたが、
サグ・アフトラ全米映画俳優組合はストライキを続ける方針を示しています。サグ・アフトラは25日に投票を行い 98.32% もの賛成票を得て、エピックゲームズなどビデオゲーム10社に対するストライキを承認しました。今後ゲームに出演する声優や俳優と会社側の交渉が進展しなかった場合、ストライキに突入する可能性があります。ニュースサイトアクシオスによれば、組合側は 11% の賃金引き上げや声優の代わりに生成 AI を使用することへの対策などを求めています。サグ・アフトラの会長は声明で、各社はゲームのプレイをやめ、この契約の合意に向けて真剣に取り組むべき時が来たと呼びかけました。デイリーブリーフは皆様のご意見をもとにより良いコンテンツにアップグレード中です。引き続きパートナー、リスナーの皆様のご感想をコメントなどでお待ちしております。ケリーアンでした。Have a nice day!